光太郎、あんた私を騙していたのね。あんたみたいな貧乏人とは婚約破棄よ。ちょっと待って、直子もお父さんも何か勘違いしてるよ。何が勘違いよ。お兄ちゃんが帰ってこなかったら危うく騙されて結婚するとこだったっていうのに。でもお兄ちゃんと光太郎が高校の同級生だったなんて俺も驚いたよ。まさか直子の兄貴が領事だったなんて。悪いことはできないよね。悪いことってなんだよ。俺は何もしてないぞ。だって光太郎を紹介した斉藤君は光太郎のことを名家の出だって言ってたのよ。別に斉藤は嘘なんて言ってないよ。何それ。じゃあ斉藤君もグルだったの？グルってなんだよ。2人してグルになって私の家の財産を狙ってたのね。やっぱパパの言う通りね。何バカなこと言ってるんだよ。そんなことあるわけないだろ。だって嘘がバレて逃げ帰ったじゃない。そりゃ誰だって帰るだろ。お父さんにいきなりビールぶっかけられたんだよ。俺は直子との結婚の挨拶に行っただけなのに。お父さんはね、今まで資産目当てに私に近寄ってくるくだらない男たちをたくさん見てきたの。だから人を見る目はあるのよ。俺もそういう輩と一緒にされたってわけか。だってそうでしょ。そんなわけないだろ。だいたい直子のうちが金持ちだなんて俺聞いてなかったし。普段の私を見ていればそんなの言わなくてもわかるでしょ。いや全然わからなかった。私のセレブな匂いがわからないなんてそれこそ貧乏人の証拠よ。何言ってるんだよ。そんなのわかるわけないじゃないか。俺はエスパーじゃないんだ。エスパーじゃなくてただのボンビーだもんね。お兄ちゃん言ってたよ。光太郎って高校の時バイト三昧の貧乏人だったって。何が名家の出よ。名家の人間がバイトなんてするわけないでしょ。実は高校の時に父親がいろいろ借金を背負ってしまってやっと白状したわね。でもそれはちゃんと親父が清算したよ。まだ嘘つく気ね。でも今さら弁解なんて聞く気ないから。私はね、生まれながらのお金持ちなの。だから貧乏生活なんて無理。俺は直子に貧乏生活を強いる気なんて全くない。それくらいの結婚生活のめども立てないで結婚しようなんて言わないよ。この後に及んでまだ言い訳するのね。私がその手に乗るとでも思ってるの？だからちゃんと話を聞いてくれよ。無理。私はね、あんたみたいな貧乏人と結婚する気はないから、もう私の前から消えて。名家の出だって言うから私もそれに一生懸命合わせてやってたのに。とんだ無駄骨だった。この嘘つき最低男。俺は光太郎、30歳。仕事は配送業をしています。昨年中学の同窓会があり、そこで話していた同級生の斉藤が俺に彼女がいないことを知って友達の直子を紹介してくれました。1年付き合って直子の家に挨拶に行くことに。最初は彼女の父親も機嫌よく俺を迎えてくれていたのですが、彼女の兄の良人が帰ってきて俺を貧乏人だと直子と父に言い始めたのです。それを聞いた彼女の父は飲んでいたビールをいきなり俺にぶっかけました。良人は昔から金持ち自慢がひどくて貧乏人をいつも見下していました。でも俺が名家の出だと知るとその時は何も言ってこなかったのですが、俺の父が借金を背負って俺がバイトを始めた途端態度が変わりました。学校に行くたびにマウントを取ってくるようになりました。この良次がまさか彼女の兄だとはこの時まで思ってもみませんでした。直子は洋服のセンスもよく上品で控えめな感じに見えました。話している時もいつもニコニコしていていい子だと思ったのに、良次から高校時代の俺の話を聞いた直子は急に表情を変え別人のような態度を取り始めたのです。でも予想外のことがあって彼女も驚いただけかもしれないなんて思っていたのですが、1週間後。おいお前、倉庫勤めの男に娘をやれるか。よくもうちの娘を騙したな。は、お父さん？お前にお父さんと呼ばれる筋合いはない。あ、すみません。領事から聞いたぞ。お前ただの倉庫番だそうじゃないか。倉庫？あ、まあいますけど。でも大体お前みたいに見るからに貧乏丸出しの男がうちの家と釣り合うはずもないんだ。俺様のような金持ちだとお前みたいな資産狙いの貧乏人が後から後から湧いてくるんだよ。このウジ虫野郎が。それはちょっとさすがに言い過ぎでは。世の中というのは金持ちを中心に回ってるんだ。そのことをよーく思い知れ。でも貴様、俺に逆らう気か？あ、いいえ、そういうつもりじゃありません。一体俺にいくら援助させようと思ってたのか知らないが、貧乏人のお前の思惑通りにはならないからな。残念だったな。僕はお父さんの援助なんて全く当てにはしていません。直子さんとは真剣にお付き合いさせていただいてましたので。何が真剣なお付き合いだ。もともと分不相応なくせに真剣に使えるわけないだろ。お願いです。僕の話も聞いてください。俺の耳は貧乏人の話は入ってこないんだ。お前なんかが口を聞ける相手じゃないんだよ。そうですか。そうだよ。やっとわかったか。お前みたいな倉庫勤めの人間に娘をやれるか。資産目当てでないなら1000万用意しろ。それならくれてやるわ。まあ貧乏人には無理な話だがな。わかりました。そこまでおっしゃるなら、ブラックカードで払ってもいいですか？は？お前ふざけてんのか？いえ、至って真剣です。1000万は執事に用意させときますね。執事？何寝ぼけたこと言ってんだ。払えもしないくせに、お前にそんなもんあるわけないだろ。どうあっても信じてもらえないようですね。信じるわけないだろ。そうですか。残念ですが、そこまでおっしゃるなら仕方ありません。直子さんとのことは諦めます。当たり前だ。やっとわかったか。気づくのが遅いんだよ。二度とうちに関わるな。わかりました。1ヶ月後。小太郎くん、ちょっと話があるのだが。誰でしょうか？何を言ってるんだ。私は君の婚約者の父親ではないか。僕には婚約者はいませんが。そんなことないだろう。1ヶ月前に君はうちに挨拶に来たじゃないか。もしかして僕にビールをぶっかけた柏木さんですか？あれはちょっと手が滑ったんだよ。悪かったね。それに柏木さんだなんて他人行儀じゃないか。お父さんでいいよ。確か僕にお父さんと呼ばれる筋合いはないと言われましたよね。そんなことを私が言うわけないじゃないか。娘の大事な婚約者に向かって。はあ、確かその話はなくなったと記憶してますが。いや、もう君も人が悪いな。何の話ですか？実は木村さんに会ったんだよ。木村というのはうちの木村裕二のことですか？ああ、そうそう。何でも彼の家は代々君のうちの執事をしているそうだね。まあでも今は私の会社の大事な社員で、私の片腕とも言うべき存在です。子供の時から一緒に育ってますから、兄弟のような存在でもありますが。あ、素晴らしい。さすが名家ともなると違うね。執事が常駐しているなんて。いえ、今はもう執事とかいう時代でもありませんし。なるほどね。それに驚いたよ。君の会社は業界最大手の配送会社だと聞いたが、しかも大成功を収めているとか。さすがは我が家の婿殿だ。何の話をしているんですか？いや、君とはいろいろと縁があると思ってね。うちの会社と新規取引をする会社が君の会社だなんて、これはすごい縁だよ。人と人の縁というのはやはり大事だね。でも残念ながら僕と柏木さんにはそういう縁はなかったようですが。何を言ってるんだ。君はうちの娘の婚約者なのだから、ものすごく深い縁があるじゃないか。その話もすでになくなってますよね。それに木村が取引をお断りに行ったはずですが。こんないい話を断るなんてありえないだろう。うちはそこそこ大きな会社だぞ。取引したい会社はいくらでもあるんだ。でもそれは先代までのお話ですよね。柏木さんは3代目になるそうですが、子供の時から何不自由なく育って、お金なんて勝手に入ってくるとでも思っていたんでしょうね。会社もほとんど人任せで、今じゃ経営はかなり傾いてるそうですね。何の話だ？どこの会社にも延滞や未払いが多くて、取引が打ち切られているとか。木村が柏木さんの会社の調査をして分かったそうです。それはでも君のところは大手なんだから、少しぐらい支払いが遅れたってどうってことないじゃないか。うちだってもっと猶予をもらえればまだまだ挽回できるんだから。だいたい木村さんは私と君の関係を知らないようだ。僕と柏木さんの関係と言いますと、義理の親子になる仲じゃないか。だからその話はもう大丈夫だ。遠慮しなくても娘は君にくれてやる。は？結納金1000万でいい。そしたら娘は君のものだ。どうだ、こんないい条件はないだろう。娘も同意しているぞ。直子も一緒に参加させて確認した方がいいよな。その必要はありません。娘さんもいらないので、そんなお金払いませんよ。遠慮しなくていいよ。やっぱり名家の出身だったんだね。それは今の俺とは関係ない。大学時代に学費を稼ぐために働いた運送の仕事でノウハウを学んで、5年前に起業したのがうまくいったんだ。さすが私の孝太郎。私孝太郎のお嫁さんになってあげるから、結納金の1000万は私にちょうだいね。何言ってるんだ。結納金というのは親がもらうもんだ。そんなの誰が決めたのよ。私はお金がいるの。パパのせいでもうクレカも使えないし、全然買い物もできないのよ。そうだ、孝太郎はブラックカードを持ってるのよね。パパから聞いてるわよ。それ私にちょうだい。それこそ何言ってるんだ。いいじゃない、どうせ奥さんになるんだから。なるわけないだろ。僕はとっくに君たちに断られたんだから。断ったのはパパよ。私は孝太郎と結婚する気満々よ。とにかく娘はくれてやるから1000万、あいや3000万出せ。そしたら娘は好きにしたらいい。煮て食おうが焼いて食おうが自由だ。なんなら君の家のメイドとして一生こき使っても構わん。は？何言ってんのよ。娘を売る気？お前なんか家にいてもただの金食い飯だ。買ってくれる人間がいるだけでもありがたく思え。いやいや、勘弁してくださいよ。そんな何の役にも立たない代物にお金なんて払えませんよ。これでも経営者なんでね。役に立たないって誰のことよ。直子に決まってるだろう。でもうちの会社は将来きっと孝太郎くんの助けになる。だから今後ともいいお付き合いをしようじゃないか。無理ですよ。僕みたいな貧乏人はとても2人とは釣り合い取れませんから。そんなこと言わないで。パパのことなんてどうでもいいから、私だけでも助けて。お前は長年育ててやった親に恩を返す気はないのか。それでも娘か。お金のなくなったパパなんて用はないから。私には孝太郎がいれば十分よ。僕はいらない。遠慮しなくていいって。そうだ、遠慮はいらない。娘より金だ。ふざけるな。娘はパパの道具じゃないのよ。勝手に売るな。使えん道具など無用の長物だ。いい加減にしてください。その醜い争いは僕のいないところでお二人で勝手にやってください。僕はもうお二人ともに関わる気は全くありませんから。孝太郎、私を見捨てないでよ。結婚の約束したでしょ。私たちは理想のカップルよ。孝太郎くん、君は私の自慢の息子だ。これからは親子として仲良くやっていこう。お願い、私絶対孝太郎のいい奥さんになるから。パパは見捨ててもいいけど、私を見捨てないで。いやいや、この際直子とは縁を切ってもいい。私と養子縁組をすればいいんだ。柏木さんには良二君という立派な息子さんがいらっしゃるじゃないですか。あいつは口だけで何の役にも立たん。仕事もろくにしない。人に命令することしかできん。なんだ、父親そっくりなんですね。私の息子は君だけだよ。君だけが頼りなんだ。君に見捨てられたら私の会社は潰れてしまう。頼む、助けてくれ。お兄ちゃんもパパも会社もどうでもいい。孝太郎は私のものだから。お願い孝太郎、私を助けて。お願いよ。いや、娘ではなく私を。孝太郎くん、頼む。それではさようなら。失礼します。孝太郎、孝太郎くん。後日談。その後間もなく直子の父の会社は倒産しました。直子の兄の良二も父親の会社に入って働いていたようですが、ろくに仕事もしないでお金を使うばかりだったようなので、いずれこうなるのは避けられなかったでしょう。似た者親子だったんですね。先日うちの木村が直子たち親子を見かけたそうですが、親子総出で運送業のバイトをしていたとか、上役らしき人に給料泥棒だとすごい剣幕で怒鳴られていたらしい。まあ俺には関係ないことです。俺はこれからも仕事に邁進していくつもりです。結婚は当分先でいいかななんて思ってます。